どうも、白石秀則です。はい、今日はですね、海流がね、アイスをアカペラしている動画ね、見たんですよ。ちょっと今日、アリーさんっていう方が撮影したものをちょっと転用させてもらうんですけど、めちゃくちゃすごいんですよ。歌唱力やばい。もちろんそれは前から知ってるけども、また上がってんだよね。正直な話。先日のカウントダウン TV ライブライブ、あの時の海流もエグいんですよ。もうなんか、レイちゃんとね、二人でバラードバージョンのアイス歌ってるけども、もう手加減抜きの、すごい歌唱入ってるんですよね。パレードの C メロもやばいじゃないですか。なんせね、その、まあ、独特の発声方法なんですよね。ここがすげえ開いてて、もう結構ね、鼻からも出てる。なんかこう、顔全体を使ってる。うん。結構口開いてるでしょ。芯を響かす感じの歌い方だよね。なな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 で、こう、細い声も、細かいフェイクもできてね、すごいです。で、ピッチもすごい安定してて、雑草初期の、ちょっと、遅れ気味のノリもなくなってですね、めちゃくちゃビート感もあるし、ちょっと聞いていきたい。はい、すいません。アリーさんすいません。使わせていただきます。きっともっとこれ以上近づけば元の形には戻れない。氷の中バイリア乗ってるね。また君の手で溶けた溺れる覚悟いい、その遠い息の全てが失い、今違いも世界も君としてたい。そして今の際 You are the frame to my eyes。 めちゃくちゃ口角を上げて、ここね、口角を上げることによって結構ピッチも取れたり響きが変わってくるんですね。脱力感すごい、響かしてる。氷の中で打てた思いはまた君の手で溶けた溺れる覚悟、声帯がすごいリラックスしてるから裏返り方もいいね。全てが失い、違いも世界も君としてたい。そして今の際 You are the frame to my eyes。 で、この前のカウントダウン TV ライブライブでは強い声も出してたからね。アイロもね、どん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 化けてきてるんですよね。これはほんと日本トップレベルのシンガーでございます。で、まだまだ伸びてるから、どうなっていくんだろう。ダンスしながらですからね、しかも。やばいっすよね。普段はね。いや、これは、早くこう世界に見つかってほしいなという気持ちでございます。でね、ちょっとまたちょっと違う話、雑談なんですけど、僕、普段は介護士しててね、今日も、一緒に利用者さんと病院に行って、二人で待ち合わせで待ってて、ちょっとこうお薬が減ったんですね。その利用者さんのお薬が2個減りましたね、言ったら、やったーって言って、ありがとうっつって、こう笑みを浮かべてね、ぐーっとこう手を、まあいつも僕手を握ったりこうスキンシップをするんですけど、ぐーっと握ってくれてね、そのありがとうってね、僕何もしてないんですよ。ありがとうって言われて、なんかちょっと疲れた気持ちもね、こうまたやる気が出たんですよね。疲れてたけど、その僕もちゃんと感謝を表す人になろうと、ありがとうってすごいマジックだな、パワーだなと、本当思いました。僕もありがとうと言える人間でありたいなと思いました。というわけでね、いつも視聴していただいているお友達の皆さん、本当にありがとうございます。感謝をね、大事にちょっと生きていこうと初心に帰った気持ちでございます。というわけで、今日は海流のアカペラやべえんだぜっていうのをちょっと一緒に見たかっただけです。すいません。ありがとうございました。白石秀則でした。